来年度には辞めて、うん、コーチングっていうのを本格的に始めていきたいんですけど、うん、辞めてすぐ稼げません、うん、それは話にならないわけで、うん、今仮に辞めたとしたら何もないじゃん、うん、なんかもうぬるっ。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。小学校の教員です。現役ですか？現役です。十数年。何年生の担任の先生やってるんですか？今はあの中学年の。ああ、はい、そうなんですね、はい、めちゃくちゃ可愛いです。今現役でやってるんですけど、来年度には辞めてコーチングっていうのを本格的に始めていきたいんですけど、今働いてる中で時間がそちらにすごい取られるところもあって、現役の方で来られてる方ってどういうことされてるのかなとか、どういうふうに動いたらいいかなっていうアドバイスだったり聞けたらいいなって思ってきました。辞めたいっていうのは思いは強いんですか？強いです。子供とこう授業とかしてる時間は好きなんですけど、やっぱそれ以外でいろいろ割かなきゃいけない時間っていうのが年々多くなってきてて、コロナになった時にいろんなものが縮小したりカットされたりして楽になってるはずなんですけど、全然楽に感じてなくて、結局じゃあずっと変わんないんじゃないかなっていうのもあったりとか、このまま続けていくのに難しさを感じ始めてきたので、別の道っていうのを考えてた時にこのドラゴン先生の動画に出会って、こちらに興味が惹かれたという感じですね。今の働き方が良くなるんだったら続けていきたいですか？もうちょっとなんか気持ちがコーチングだったりに今かなり向いてるので、改善してすごい定時に帰れるみたいになっても一回別の世界を見たいなっていう気持ちは強いです。辞めるっていうのはもう決めてるんですね？はい、決めてます。今年度いっぱいで、はい、来年の3月をもってもう退職って、それってもう伝えてあるんですか？家族には伝えてるんですけど、うんうん、管理職もその出張とか行ったりとか、うんうん、あのいろんな対応あるので、うんうん、僕もなんか早く帰ったりする日もあって、うんうん、なかなかタイミング合わないので、うんうん、もうすぐ時間取れるのも目の前なんで、その時に伝えようと思ってます、うんうん、って言われるような気もするんですけど、気持ちが決まってるのでそこは別に言われても変えられないので、自分の中では思いを通すのみだなと思ってます。わかりました。ありがとうございます。はい、はい、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では個別懇談始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではタクの、ね、相談内容を教えてください。今現役で小学校の教員をしてるんですけど、うん、今年度いっぱいでこの仕事は退職して、うん、来年度からは非常勤とかをしながらコーチングの方をやっていけたらなって思ってるんですけど、うん、はい、現役の先生で今 どういうふうに過ごされてるのかなっていうのがちょっと自分もどうしたらいいのかなって分かんない部分もあって、ちょっと今後の残りのその辞めるまでのこの時間の過ごし方について相談できたらなというふうに思ってます。はいはいはい。今なんかやってることあるの？それが全くやってません、うん、はいはいはい、はい、準備期間の時にいかに本番を想定してやってるかなんだよね、はい、今特に何もしてない、はい、例えば SNS 発信をしているわけでもない、はい、結論、はい、辞めてすぐ稼げません、うん、非常勤かける副業って言ってるのはなぜかっていうと、はい、10年以上続けている場合の一番 その独立した時のリスクが不安に押しつぶされる、うん、で不安は何かというとシンプルにお金、集客、ここの不安に押しつぶされるじゃんね、うん、それは俺ですらもうめちゃくちゃそっちにエネルギー持っていかれたから、そっち側に行かないためにも非常勤っていう選択肢であれば15万なのか20万なのか、非常勤とかの口はある、大丈夫かなと思ってます、はい、15から20で貯金減らない？貯金は大丈夫です。あの奥さんも働いてて。奥さんも先生？はい。奥さんはどうするの？奥さんは続けるって言ってます。となるとがぜん風向きが違う。奥さんだけの一馬力じゃダメ？相談してないので、非常勤でやりながらっていう話しかしてないので想定してませんでした、まあ、でもできなくはない。なんとですね、2馬力の場合は全く話が違います、はい、2馬力だと辞めても基本的に何度かやってくるんで、はい、4月から超絶フルコミットで副業オンリーで攻めれるわけ。もう朝から晩まで勉強とアウトプットと死ぬ気で4月5月6月やれば3ヶ月以内に売り上げが立ちます。
今年のうちは、まあ、コーチング、うん、マインドを整えておき、はい、4月からめちゃくちゃ働く、いきなりコーチングやりますって言っても誰も来ないんで、うん、そこから SNS でバチバチに発信してもいいし、ただ一個言えるのは、はい、例えば夏休み中ちょっと時間ある時には何かしらの SNS はやっといた方がいいっていうのがおすすめだけど、はい、ブログをやろうとちょっと思ってて、うん、3月ってちょこっと ゆとりあるのでワードプレスの登録まで進んだんですけど、4月になってやっぱりずっと止まってたんで、夏休みにそれをちょっともう一回ちゃんとやろうかなっていうふうには考えてるので、ワードプレス別に悪くないんだけど、はい、古いんだよね媒体として。あ、もしかしてアフィリエイトとか狙ってる？そういう感じなのかなみたいな。マジでむずいよ、めちゃくちゃ難しい。これはもう一生懸命やってる人たちみんないるんだけど、不労所得になるまでの時間がかかりすぎて、それよりも俺はもう YouTube、TikTok の2択なんですよ。もう顔出し、これがもう4月、5月、6月やることはもう大前提だよね、収益化したいんだったら。だって顔出ししてる人としてない人どっち信用できます？どんだけ俺顔出ししてんの対談まで見せてさ、ライブも毎日やってさ、だから来てくれるんだよ。やっぱり出てる人の方が信頼感っていうのは生まれるなって感じるので、うん、それこそ出てて顔も見てたので、うん、ここに入ったっていうのもそうだったなって思いました、うんうん、死ぬほどやるんだよ、そんなに、はい、死ぬほど、はい、俺は今からね3年ちょっと前に独立をしたんだけど、4月の半分ぐらいまでは正直ダラダラしてた、はい、体験会が全く来ない。当時あの楽読っていう速読スクールやったから、はい、体験会来ないから暇なのよ。あ、でその時に先輩の子市の方に相談したら誰も買わんよって言われて、要は来てくれ来てくれ、うん、来てくれ来てくれって言ってる人から誰も買わんよって、じゃあ先に与えられるものってなんだろうって必死に考えて、そこでその時習ってたまだやったこともないコーチングを無料でやりますって提供したんだよ、うんうん、そしたら一人また一人と無料コーチング受けたいですって来て、その方に最後45分やった後に15分間速読の話をして、興味持った人に速読の体験会やってっていう風だったから、朝から晩までずっとズームやってる。むちゃくちゃしんどい。繰り返しやってったら結果350万以上売り上げたっていう、そういうのがあったので、俺の老婆心ながらだけども、そのスタイルって全然続かないよ。なぜなら俺も初月は350万いったけど、2ヶ月目200万、3ヶ月目66万ガン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 って下がってったわけ。それはなぜかっていうとリストがなかったのよ。つまり LINE、 メルマガついえちゃうわけ。結局俺がやるんだったらめちゃめちゃ YouTube やる、みんなやんねえから。やらないでしょ現役の先生が。今ね現役の先生がね TikTok 始めてるよ、顔出しして。もうそれぐらい彼らはもしかしたらもうビジネスやる気でいるんじゃない。多分職場ではいろいろ抱えてる仕事も断って嫌われながらいるんじゃないかなと思うけど、いかにやらない、やらないを選ぶといろいろ言われるんだけど、もう3月に辞めるんで、もう起業するんだっていう人がやるべきことは今からリスト取りですよ。リスト取りのために一番必要なものっていうのは YouTube です。顔出しできますか？今だって顔出しできないでしょ、はい、だから普通なのよ。今からできることっていうのが YouTube だったり TikTok っていうのがあったので、そこでなんか動き出すっていうのは想定もしてなかったし、 4、5、6月にそこに特化してなんかやるっていうのも そもそも発想としてなかったので、今日はその聞いて新しいなんか切り口というか糸口っていうのがなんか感じられました。3月で辞めるっていう先生はね、当然いて、本来は一番リスク取るべきはすぐ辞めるなんですよ本当は。だけど、まあ、僕も学校の先生だったから分かるし、最後まで責任持って、ね、その学年は持ちたいという気持ちは分かるので、であるならばどんどん辞めていくのすべきことを、今ワードプレスができてない状況だったらそれは話にならないわけで、できる時間を確保するんだよね。もしかしたら長期間じゃなければ睡眠時間を削るかもしれない。結局だから3月っていうと遠い向こうだと思ってるから行動できないじゃんね。今仮に辞めたとしたら何もないじゃん。そんなんじゃ辞めてから稼げるわけねえじゃん。それぐらいの今辞めたとしたらっていうことを考えて、この不安や恐れをエネルギーに変えて行動していくべきなんだよ。だからそうしないと3月辞めたって一緒だよ、うん、僕も正々堂々と自分の本音でねぶつかっていくっていうふうにして決めて発信して今、まあ、ここにいる。それでようやくリストが溜まってくるっていうわけだから、今からやれることっていうのだからゼロじゃなくって、起業した気で何をすべきかっていうところをもっと、もう自分が今もう仕事なんもないっていう状況
になったら何するんですかって言ったらワードプレス必死書くでしょ、うん、やらないと分かんないからまずワードプレスだったらやれば、なんかもうぬるワードプレスいいから黙ってやれ、以上です。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。今まで考えてなかった切り口を見せてもらったなっていうふうに思えたので、やりたいっていう思いを3月に置いてるなっていうのを再確認というか、どっかでやっぱり行動を変えないといけないなっていうのは強く感じました。まずそのワードプレスをやってみたらっていうのを言われて、まあ本当にやりかけて止まってるのでやってみようって思いました。やめるときとか、はい、あの何か進展とかありましたら、はい、ぜひ教えてください、はいはい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。